菅井金は、日本の女優、タレントである。血液型は、B 型。身長155センチメートル、体重45キログラム。特技は、三味線。生前は、仕事所属。東京府東京市牛込区早稲田町出身。小栄高等女学校卒業。第二次世界大戦末期から、終戦直後までに。 男性職員出生のため文部省総務課、東京帝国大学学生課で事務職員として勤めていた。しかし演劇への情熱が捨てられず、劇団俳優座に入団し舞台に立つ。芸名の菅井金は本名をもじったものであり、新劇時代の恩師である脚本家の久保久氏につけてもらった。東大の事務職員を辞めて、 本格的に女優になりたいと父に相談したところ、女優とは美しい女性がなるものだと反対され、舞台を見ることなく1971年頃に死去している。新劇時代に映画監督に映画女優としてスカウトされ、1951年に風にそよぐ足で映画デビューの後、数々の映画、テレビに出演。日本の演劇。 テレビドラマには欠かせない名脇役となった。1954年、東方特撮影映画、ゴジラに、大義士の役で出演しているが、翌1955年の川島雄三、監督作品、愛のお荷物にもほとんど同じ格好をした野党の、議員役で登場した。1973年、必殺仕置き人の主要人物、中村文ンを、無事の、 とイビルシュート目中村戦役で出演。その後も、必殺シリーズには必ず登場。シリーズを語る上で欠かせない存在となり、この役で、現在の地位を築く。が、この役があまりに有名になり、戦役のイメージのせいで、娘の演壇に首相が出ると降板を願い出たことがある。ちなみに、この役を引き受けるにあたり、婿殿、とイビルのに、 どうやったら肉々しく聞こえるか、研究を重ねたという。同年、太陽に吠えろ。2は、松田優作演じる、柴田純刑事の母、柴田滝役で出演。夫を亡くして女で一つで息子を育て上げ、息子の方も、大の母親思いという理想的な親子を演じ切った。下町の古い住宅街で、ひょいと、勝手口から裏通りに顔を出し、隣近所に、 若いんだから頑張んなさいよ。あっはっはと、相手の腕を叩いて、別れるような、そんな豪快な母親役がハマり役と言われ、富士商店、鍋のつゆなどの CM にも出演した。1980年代からは、バラエティー、ワイドショーにも出演。特に、タモリのボキャブラ天国には恒例にもかかわらず、スカイダイビングを実際に経験している。うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば。 当のコント番組にもレギュラー出演にしていた。特に、バラエティ番組では若い頃から不契役をやっていたことを、たびたびネタにされ、昔の写真を見せても、昔から顔が変わっていない、むしろ今の方が若返っていると、島田信介からいじられることもあった。1994年には、家なき子での、鬼ババ演技が話題になった。夫は映画、砂の器。 八甲田山などに携わった映画プロデューサーの佐藤、正幸で、流産を経験後に佐藤との間に、数目を設けた。佐藤が亡くなった1996年以降は、娘夫婦と一緒に暮らし、2014年の時点では、ひ孫もいた。80代に入ってからも女優業を精力的にこなし、2008年に、制作された。 映画、僕のおばあちゃんでは82歳にして、映画初主演を果たし、世界最高齢映画主演女優としてギネスに申請し、認定された。2009年には、資生堂の CM、ウーノ・フォグ・バーで、エリザベス女王に扮装して、若手俳優と共演した。しかし2010年に、NHK 大河ドラマ、龍馬伝およ及び映画、春またたきに出演したのを最後に、 女優として事実上引退した。菅井によると、2010年に自宅で転倒して大腿骨を骨折してしまい、一時高齢者向け施設で療養するなど、それ以来自分の足では歩けなくなったためであるとのことであった。リハビリに努めてはいるものの、仕事復帰は諦めていると語っていた。活動休止の間、週刊誌で菅井の知人による情報として、 菅井は重度の認知症を患っており、現在は特別養護老人ホームに入居している芸能界を引退したわけではなく、リハビリを行い体力が戻れば仕事復帰も考えているなどと報道されたが、2014年10月2日に富士テレビの情報番組ノンストップに出演し4年ぶりにインタビューに応じるなど公の場に元気な姿を見せ、認知症であることを否定した。 この出演が、公の場での生前最後の姿となった。生前は大の愛炎家で亡くなる2週間前まで、タバコを吸っていたと、親族や関係者が語っており、生前最後のインタビュー時にも喫煙しながら、インタビューに応じていた。2018年8月10日午後2時頃、心不全のため、東京都内の自宅で死去。92歳没。改名は、下リ人。 自運公金大使。菅井の辞書、脇役不け役いびり役では、菅井一郎にちなんだものと推測している。鉄子の部屋1979年12月13日での発言。AB 菅井金が、認知症で、要介護三特別養護老人ホームに、入所女性セブン2014年6月12日号、菅井金ギネス認定女優、ピンとこないハット、オルデストアクトレスイン。 A リーディングロールハットなお、2013年に、当時88歳の赤木春恵によって記録が更新されている、ハット AB。菅井金三死去。必殺仕事に名脇役10日、心不全。日刊スポーツコム。日刊スポーツ新聞社。 https://www.nikknsports.com/.entertainment/.news/.20180823000403.html2018 年8月24日閲覧。AB ス外勤、認知症報道に反発、デイリースポーツオンライン2014年10月2日、まあ。 菅井金三死去2ヶ月前までタバコ吸っていた日刊スポーツ2018年8月24日女優菅井金三死去92歳必殺シリーズシュート迷惑などオラカンスタイルオリコン https://www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2118068スラッシュフルスラッシュ2018年8月23日閲覧女優の菅井金さん死去イコールドラマ必殺で活躍 -92 歳時事 .com2018 年8月23日菅井金さん長女語る晩年 死ぬまで女優と思っていましたから、女性自身2018年8月30日、この撮影で実際にスカイダイビングに挑んでいる。ありがとうございます。